ミュージックハンター。YouTube をご覧の皆様、こんばんは。今日もやってまいりましたミュージックハンター365。今日からニューパーカーです。イエイ。はい、それでは本日梅田のジーヤさんからお届けしております。今日も最後まで見ていってください。それでは本日ご紹介するアーティストはこちら。本日のゲスト、オーバーリミットの皆さんです。お願いします。お願いします。それではお名前とパートをお願いします。ボーカルギターのマサヤです。ベースジュンです。ドラム西です。ギターのグッサンです。はい、オーバーリミットの皆さん、今日はよろしくお願いします。はい、それではオーバーリミットさん、堺を中心にスカパンクバンドとして、はい、いろんなところで精力的に活動されておられますが、YouTube 見ておられる方も、はい、初めてオーバーリミット見られる方結構多いと思うので、はいはい、そうです。ぜひそういう方にどんなバンドさんかご説明いただけるとありがたいです。スカっていうね、チャッ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 っていうリズムに合わせて踊るような音楽をやってる、自称超高速スカパンクバンド、オーバーリミットです。なるほど、はい、ありがとうございます。超高速と。超高速です。タカ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 タ。なるほど、分かりました。ぜひね、この後ライブの動画もね、ありますので、あ、はい、ぜひその超高速感をね、楽しんで、そうですね、見ていただければと思います。それではオーバーリミットさん、ね、結成から22年、22年ね、ということで、ね、びっくりしかしないですけど、ね、まあ、経緯の中でいろいろと起こった出来事など教えていただければと思います。お願いします。そうですね、オリジナルのメンバーでいうと僕しかいない。もともと97年に3人で結成して、でドラムとベースが抜けてっていう感じで、次にグッサンが入ってきて、ね、でジュンピーが入ってきて、ついに最近、お、はい、ニューフェイスが、ニューフェイスと、はい、ニューフェイスと、長い歴史の中でもまたニューフェイスの、また新しい感じで、西くんです。よろしくお願いします。西くん、よろしくお願いします。はい、西くんとの出会いはどんなところだったんですか？たまたま、打ち上げでちょっとだけ話したことがでも薄っもう全然、ほぼ喋ってなくて、でドラムがいなくなった時にちょうどタイミングよくね、バンド解散するっていう情報をツイッターで見て、うわこれや思ってDM を送りつけてたすごい、なんかこう、もともとね、すごい知ってたとかなのかな、そうじゃないですか。打ち上げ大事ですね。打ち上げ大事ですね。打ち上げ大事ですね。打ち上げだと、何があったか分かんない。一期一会で。一期一会で。はい、それではオーバーリミットさん。大阪は堺で、お中心にね、こう活動されているということなんですが、やはりそのね、堺の愛がたくさんあると思うんですけど、そういったところでね、こう盛り上げていくことをいろいろやられてるということなんですが、ぜひ教えていただければと思います。まあ、地元堺ということで、ただまあ僕らもスカの、スカバンドとしてちょっと長いんで、ちょっと堺を盛り上げたいなと思いまして、うん、でまた堺にスカシーンっていうのがなかなかね、根付いてなかったんで、うん、ちょっとここでおもろいことやったのかなと思いまして、ゴイスカゴーという、イベント、坂東ゴイスっていう、ね、地元のライブハウスで、今年から開催しております。はい、そうです。ちょっと毎年続けていきたいなと思ってまして、うん、全国のスカバンドとかもこういっぱい読んで、盛り上げていけたらなと思ってます。なるほど、ぜひ坂に来てください。スカバンドもお客さんもよろしくお願いします僕らツイッターもやってますし、ホームページもやってますので、そこでちょっといろいろ年間通しておもろいことやっていこうかなと思ってますので、ぜひチェックお願いします。こちらゼロゼロの差し方が大事。はい、それではオーバーリミットさん、ね、やはりこう22年という
すごい長いキャリアの中でスカシーンをね、こういろいろ引っ張ってこられたと思うんですが、いやただそのシーンのね、こう今までだったりこれからのスカシーンの面白さだったり、そういうところをぜひお伝えいただければなと思いますが、僕が結成した97年の時はスカブームドナーンだったんですよ。で、2000年ぐらいにボカーンってされたんですよ。ほんで、こう落ちてこう平坦なとこずっと行ったんですけど、ここ最近だってあの海外の方でもスカシーンがちょっと盛り上がってくることによって、日本にもちょっとしてる感じがこうちょっとだけこう来てるんですよね。そこをこうズワッと入り口がやって、はい今後もね、こう期待ということで、やはりね、今後またいろいろと精力的に活動されていくと思いますので、ぜひそちらのご案内をお願いします。はい、ですね、今年いろいろありましたけども、2月、来年の2月あたりですね、春2月、また、大阪で次は、ちょっとスカのパーティーをね、開催したいなと思っております。はい、そちら場所とかもまた近日中に発表したいなと思いますので、まあ、ちょっとこう周りのスカバンド、友達のスカバンドとかいっぱい誘って、みんなに力貸してもらって、成功させたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは小針水さん、残念ながらお時間になってしまいました。はい、ですので、まあ、最後に番組ご覧の皆様に何かメッセージがあればぜひお願いします。そうですね、スカを好きな方はもちろん、スカを知らない方、あとスカが好きだったのに離れてしまった方はまた戻ってきてもらえたらいい状況をこっちで作りたいと思いますんで、ぜひぜひライブハウスに遊びに来てやってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日のゲスト、オーバルミットの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後、オーバルミットのライブ映像そっちもチェックしてね。ミュージックハンター、やりましょうか。I say it to be okay. I say it to be okay. I say it to be okay. I'm sorry. It to be okay. I say it to be okay. I say it to be okay. I'm so I see you. Yeah. Now then.この時また前に向こうと思って、この曲を作りました。聴いてください。When you start!お酒とライブハウスが好きなので聴いてください。ダンスフォーファンレッツゴー。世界ウソにライブハウスのせいライフビーダーセイイキビーダーセイ最下位ものつめぐさいもの君たちのダンスフォーセイオレイ You have a nice walking forネバーランド。やれました、おっさん。口を閉じた目の中で、おい、wake up, come back. I can't get to never know. Why do, why do? I'm not here to never know. We need heaven to return.No!
まあ、いつもより多めにはしゃいでもうたらええかなと思ってますんで、今日はちょっとワンダースカツアーなんでね、うん、あのもうお前スカツの曲を思いっきり突っ込んで帰りたいと思いますね。もうあっという間に終わりますよ、本当に。はい、スカパークしようぜ。自分だけを信じて楽しもうぜ。ミニウロ。チャンネル登録お願いします。それでは明日も楽しみに見てねー。イエーイ。